全国の主な港での輸入貨物に実施される燻蒸作業を安全かつ効率的にできるようにシステム化された燻蒸施設。コンテナを乗せた全長が20メートル近くもある大型トレーラーがそのまま入場して一気に処置ができる。兵庫県、神戸港、六甲アイランド内の動植物防疫燻蒸施設の入り口側風景。訓乗は主に害虫駆除や防火ビ。 殺菌の目的で、機体の薬剤を対象に浸透させる方法。ポストハーベスト農薬として、農産物に対して行われたり、農地の土壌に対して、剪形動物などの駆除に用いられたり、シロアリなど、木造建築物に被害を及ぼす虫に対し、木材や建物全体に群青を行うことがある。また、博物館施設においては施設そのものが機密性を、 高くするなど害獣による収蔵品への注損を防止する配慮がなされているが、定期的に燻乗を行うことで収蔵品への影響を防止している。一方で、燻乗薬剤による文化財への影響も考慮される。大半の燻乗剤は人体に有害であり、燻乗は密閉した無人の状態で行われ、燻乗終了後は人が入る前に十分に換気される。 住宅の燻蒸では、燻蒸剤の漏洩及び害虫が、周囲の建物へ逃げ出すことを防ぐため、建物全体を丈夫なテントで覆い、テント内部を燻蒸剤で充満させる。復活するフリルなど、無臭の燻蒸剤を使用する場合には、事前に刺激性のあるクロロピクリンをテント内に放流して、人が退去したか確認する場合がある。訓場開始から、再度居住者が立ち入ることができるまでには、 最長1週間を要する。かつては、シュー華メチルも使用されていたが、オゾン層を破壊する恐れがあるとして、モントリオール議定書により製造と使用が制限、されている。ありがとうございます。